こんにちは、しょうです。今回はですね、この CD テック、X メーカーですね、3週間弱ぐらい私がちょっと使ってみて出てきたトラブルとね、対策やってみます。このね、ノズルの先端見てもらった通りね、もうアフロヘアみたいになっちゃってて、フィラメントはね、もう最初からずっと ABS のみで、運用してきてます。大きな症状はですね、まあ、ベッドにうまく定着しないとかですね、プリントの途中でさっきみたいなダマになっちゃうみたいなことがちょっと起こるようになってですね、いろいろ調整はしてみたんですけども、まあ、私がその中で行った対策ですね、まずはこのプリントの前にこのノズル、ここを清掃します。こんな感じでね、前回の残りが、ほぼ間違いなく出てるんで、まあ、これを除去してですね、でさらにさっきね、ちらっとノズルの部分映ってたんですけども、 ABS だからなのかもしれないですけど、結構ね、ノズルの周りがね真っ黒けになっちゃうんですね。で本当はこれ取り外して洗浄するのがやっぱりいいと思うんですけど、ちょっと現状取り外し方がまだ分からなくて、ちょっと次回以降ですねやりたいなと思ってます。でもうとりあえずですね、もう手持ちのなんかそういうのないかなと思って、エアブラシっていう塗装用の道具のね洗浄液、まあ、シンナーみたいなやつなんですけど、これでね、ちょっと周りを、きれいにしてやるぐらいのことをやってます。ノズルのまあ先端にフィラメントのねカスがついちゃったりすると、クリアランスの調整の時にね微妙なクリアランスの調整がしにくいかなっていうこともあってやってます。でね、これが多分一番大事じゃないかなと思うんですけど、ベッドのレベル調整ですね、プリントした後にこれ確認してもらったら分かるんですけどね、かなり微妙なレベルで毎回ずれてますね。でさっき言ったちょっとノズル先端のゴミは、除去して確認してほしいんですけども、マニュアル通りの方法で確認をしてもらうと、私の場合は広くなってることの方が多かったんですけどね、この、付属のね調整用プレートで、やるんですけども、これがねやっぱ数をこなさないとその感覚を、ガリガリっていうかゴリゴリっていうかね、通していく、この手に残る感触がねやっぱりあんまり間空いちゃうと分かんないんですよね。だからやっぱりこれ頻度をやっぱり細かくして、自分の手にやっぱり感覚をちょっとなじませようということで、かなり細かい頻度でやってます。 できるだけねこのベッドに対して平行にスライドさせる方向でやるようには気をつけてます。っていうのもこう斜めにしちゃうとですね、こうペラペラのプレートなんで、斜めになったテーパー部分がねノズルの先端に当たっちゃうってことで、まあ、コンマ数ミリの調整なんでねバカにならないかなというふうに思ってます。で私は、ちょっと重いなって感じたポイントから今少しだけ、広くする方向で調整を行ってるんですけども、今のところねまだそれが正解かどうかはちょっとね自信がないところですね。でこのイメージで、規定の3箇所調整するんですけども、これが、まあ、前回も言ったかもしれないんですけどね、このまあ3箇所、結構時間空けて動くもんですから、慣れないうちはね多分1箇所目の感覚をもう忘れちゃうんですね。なのでもう気になる方はこれまたね振り出しに戻って、確認するぐらいのことをやっても多分いいぐらいのこれ重要な作業なんじゃないかなというふうに、私はね思ってます。さっき言ったように、まあ、プリントした後ですね確認してもらうっていうのも、一つどれぐらい動いてるかっていうのをね感じ取れるっていうのもあるんですけど、さっき言ったように私はまあ広くなってることが多かったんですけど、稀にねやっぱり狭くなってることもあるんですね。なのでこれちょっと何とも言えなくて、印刷する時間とかなんか設定とかねそういうことが微妙になんか影響してるのかなっていう気もしてきてます。ただねこれ間違いなくやった方がいいですね、毎回ですね。さっき言ったように自分がその手で感じれるっていう部分のスキルも数をこなせばね確実に上がってきますし、これがね多分印刷自体のその精度に結構影響してるんじゃないかなっていうのをなんとなくね
最近感じてます。まあ、私の頻度は3日に1回ぐらいの印刷頻度だったと思うんですけど、まあ、やるときはほぼ毎日やってたんですけどね。で ABS をね、プリントするときの最後のポイントっていうのが、これもちょっと他のあの素材を使った場合どうなのかっていうのはちょっと検証してないんですけども、このベッドのね印刷面にこの付属のスティックのりですね、まあ、付属じゃなくてもいいと思うんですけど、これはまあ付属のスティックのりなんですけど、これを塗るっていうのがね、また結構ね、この反りや剥がれ、これがもうかなりね体感できるぐらいか、うん、激減してますね本当に。まあね、本当この中国製ですけどね、何恥じぬこの強力さかなっていう感じはするんですけど、もちろんあの国産のものでも十分使えると思うんですけどね。実際にねこれ、まあ、私がプリントしてみた、ラジコンカーやってるもんですからね、ラジコンカーの部品なんですけど、この底面の反りですね、これかなりあのごっついブロック状のものなんですけど、こんな状況で配置してですね、で目で見てわかるぐらいこれ、弧を描いてる感じで反りが出てるんですね。さすがにね、ちょっと立てるわけにもいかないかな、ちょっとねやっぱり広い薄い面がやっぱり底面に、接してる方がね、さっきの糊の効果も大きいですからね、こんなに縦長にしちゃうと余計反りが出ちゃうかなっていうのは、うん、あるかなっていう感じで、やっぱりしっかりベタッとね、底面が、ベッドにくっつくような状態になるといいかなと思います。これはね多分クリアランスが、クリアランス不良でなったんだろうなって思うね、これはもうこの時だけなんですけど、ちょっとね私調子に乗っちゃって結構ね調子よくできてたもんですからね、ちょっとしばらく放置してみたんですけど、結果がねこんな感じで、こっちがまあノズルについてた塊なんですけどね。おまけにねこの印刷物本体はもう下に落ちちゃってたんですね。であの塊が、ノズルにくっついてたっていうことで、まあ、私が気をつけるようにした3点がこれですね。ノズルの清掃、ベッドのレベル調整、ベッドに糊を塗るっていうことで、これ以降はうまくいってます。ということで今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。